はい、準備できましたか？できました。今、夜の7時半で、今から夜市行ってきます。行ってきます。しんちゃん、イエーイ。しんちゃんは行かないけど、後でね。人いっぱいです。え、すごくない？こんな人いると思わなかった。私も来たの2回目かも。私も。え、ここ来たことないでしょ。あるよ。え、夜市でしょ。夜市だけどいっぱいあるからね。なんか美味しいのかな。え、すごい並んでるよ。なんだろう、何これ。うわ、すごい。お腹すいちゃうね、この匂い嗅ぐと。これ何？スイートポテトボール、ね、甘いの。おやつだね。おやつだ、ね、美味しそうだけど、ね、やめて、ブリじゃなくてスイカだから、ね、スイカなの。スイカジュース飲みたい。スイカジュース飲みたい。何、もうなんか好きなもんね買っちゃって、なんかいろいろ試してほしい。なんか日本にないものが多すぎて、なんか何食べたらいいのか分かんない。エリンギってさ、すごい有名な、なんかいろんなとこにあるよね。有名っていうか、そう、夜市には売ってるみたいな。ザリガニ。え、これザリガニ。もう嬉しい。すごい、ツルス王国って感じ。めっちゃ新鮮じゃない、あの梨とか。梨、梨大好き。これ選んでだって1個。多分これだな。これが好き。だってなんかヤバくない？プニプニしてて。これにしよう。すごい。みちりんって書いてある。え、すごい賞取ってるよ。1,2,3,4,5。5年連続。そう、フォロワーがおすすめしてくれた、ここ。食べてみようよ。スープとルー、これ日本語で言ったらルーローハン。これで200元。いただきます。いただきます。あ、薬膳の匂いする。一回スープ飲もうかな。やば、うん、おいしい。無理スープ、うん、あの産後ケアあるじゃん、台湾の、うんうん、毎日こういうスープ出んの、体めっちゃ体にいいの。え、なんで体にいいの。体にいい、そういう油系が入ってるんだね。煮込んでるから。へー、なんかすごい初めて食べる味だよね。日本にないよね。これ、このスープ多分日本人ダメな人はダメだと思う。うん、あの、癖が強い。そう、でもなんか体に良さそうな味はする。そう、ご飯美味しい。ご飯美味しい。日本人も食べれるよね、うん、すごい美味しい。でもなんか、緑の何？なんか青唐みたいな感じ。美味しい。ね、美味しいよね、これ。なんかたまに
油が多いところあるの。へえ。でもここは結構油っこくない。そう、食べやすい。あ、確かに飲めば飲むほどでしょ、ハマるでしょ、なんか分かる、どんどん飲める。そう、最初の一口がめっちゃくせ、なんか想像してたのと違うから最初びっくりしたけど全然美味しい。豚の足です。豚足、どう、めちゃくちゃ、え、待って、全然あるよ、まだ。もうここで終わりかと思ってた。もっとあるんだ。ここ長いの、この夜市は。そうなの。なんか普通にもっと食べたいけどもうお腹いっぱい、お腹いっぱいだね。だってスイカジュースと、うん、あのスープのおかげもうタプタプ、もうほぼ水分じゃない。そうなの。あのルーローハン美味しかった。すごくない、どういうことなの。これ大丈夫、安全的に。え、すごい揺れてるよ。怖い、落ちそう。なんかさ、わかんないのある、これは蝶。あ、蝶、トサカ。トサカ、鳥のトサカ。え、それ、あれ、あ、なんかコラーゲン、コラーゲン的なやつだよね。これはやばい、草原ができてる。ネギの草原、美しい。もはや芸術ですね、これは。美味しそう、朝ごはんに食べたい。ねえ、しかも1つサイズ全部カットしてる、食べやすい。ねえ、何これ、背中真っ赤になってるよ。 You don't care what thrill no more. No, you don't want me anymore. You only want what you can afford. これは1個25元で、魚のすり身と中にゆで卵を包みます。よいちゅいちゅ、ケチャップと塩コショウ。あ、重い、意外と、ね、なんかもっと軽いと思ってた、ね、気をつけて。絶対熱い、揚げたてだから。うん、美味しいよね、普通に。美味しい。かまぼこ？これは、もう夜市には絶対ある。うーん、あの卵のところを食べて。ほら、うん、卵が出てきた。卵、うん、奥にあったんだよ。てか、ほんとここサイズでかい。やばい。え、エビ釣りしてる。エビ食べるのかな。ねえ、これ釣ったら食べるの。これ買う用じゃないでしょ。あのペットじゃないでしょ、買う用。ね、这是我第一次钓。刚才没有教你一次，像等一下你去勾它的屁股这边这里。哦，嗯。然后线可以放最长，从侧面这样勾。勾住之后，先把线卷短，卷到最短再拉会比较好。线越短啊，比较不会断。对，那你们先试看看。好，谢谢。
好吃啊，川烫，放我们酱料很好吃。好，那要一份。要不要加辣椒？要。小辣可以吗？小辣。稍等一下。好。初めて行き、うん、美味しいよ。なんでこんなさ、ガキガキじゃなくてゴリゴリしてんだろうね。イカってこんなもん、だってなんかなんかキュー、なんかうんうんうんみたいな感じだよね。なんか、こんにゃくみたい、やみつきになる。これはおつまみだね。そこのスイカ割って食べたい、今でかうわ、辛っ。辛うま。あ、それ食べる人なんだ。何これ。わかんないっていうの。ね、食べる前にさ、言ってよ。何？なんかさ、うん、すごい癖のある味でしょ。うん。うん、そばに入ってる。え、そうなの？牛肉麺。あ、牛肉麺に。そう、台湾の料理よく入ってるの。入ってるね、これ好き好き。じゃあ台湾向いてるね。うん。最高かも。うん、食べてみて。これどれ？あれ？これはそう、これ台湾のフルーツ、さっぱりしてるでしょ。おいしい、うん、おいしい。これリーさん、めっちゃ台湾向いてるっていうか。本当？うん、好き。もう私たち帰るよ。で、最後にこのフルーツジュースをもう一回飲んで帰るよ。これがね、ちょっと辛すぎたんで。何にしよう、最後。と、ヨイチ、次回台湾来た時も行きたい。行きたい。食べてないものいっぱいあるもん。そうだね。なんか、水分でお腹いっぱいになっちゃったから。台湾暑いし、暑いし。めっちゃ喉乾く。うん。確かに台湾来てからすごい飲んでるかも、水分。日本いてもあんま取らない。しかもサイズがでかいじゃん。あ、そうそう。何もかも。そう。これもそう。これもそう。うわぁ、もう人いない。はい、もう飲んで帰る。もう帰るよね。うん、もう帰ろう、今日は。今何時だっけ？ 11 時ぐらいだっけ？うん、そんぐらい。楽しかった、めっちゃ。なんか観光客味わえてた。確かに。だってさ、アグリと来てもさ、わぁ、壁紙にすごいって言わないじゃん。なんない。なんないんだ。なんないね。これまあ当たり前だよね、みたいな感じになっちゃうの。あ、ここもいいんじゃない？光。ロンがいいじゃん。はい、一周ぐるーっと。あーあいろんなものが新鮮で、うん、楽しい、やっぱり。よかった。日本はないもん、こういうところが。原宿の竹下通りぐらいだね。竹下通りよりクオリティがすごい。タクシーいっぱいあるわ。本当だ。じゃあみんな、またね。バイバイ。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧。点击下方观看更多有趣内容。